い、今回は、体に合った楽器の選び方について話していこうと思います。まあ、体に合った楽器っていうと、まあ、サイズとか重さとか、まあ、規格ですよね。そう、スペック面での話になるんですけど、三味線本体に関してはそんなサイズの個体差がないので、まあ、この辺はもちろん音で選んでいただければと思います。でここで問題になるのがバチと指すり。このバチと指すりっていうのはそのいろんな、まあ、やっぱサイズ感とかがあるんで、これはこう詰めて選んでいけるのかなっていう感じなんですけど、まずバチ、まあ、いろいろね、これバチって素材があるんですよね。その、まあ、べっ甲が主流として、べっ甲調であったりとか、象牙調、それからアクリルとか、まあ、いろんなプラスチック木とかいろいろあるんですけど、まあ、これもまあ気に入った音を選べばいいっていう感じなんですけど、別に何の素材でもある程度似たようなところまでは作れます、実際。まあ、べっ甲の音が、まあ、スタンダードだと思うんですけど、そこにこう何の素材でも寄せていくと思うんですけど、まずこうプラスチックであろうと何であろうと、この厚みとか、まあ、いろんなのを調整すれば、べっ甲とは結構似たようなところの音まで出てくるんですよ。ただこれ調整間違うと、まあ、変な音になっちゃうんですけど、これはやっぱりべっ甲も同じことで、べっ甲だからいいというよりはその素材と規格、素材とその調整がすごくマッチしてるってことが、まあ、大事なんですよね。なので、素材はあんまこだわらなくていいかなって感じがします。で、そのサイズの話で言うと、大体のバチが、そうだな、18センチから20センチぐらいの、こう、バチの長さっていうのかな、こう、ここからここまでの長さが、まあ、19センチとか、そういうのが多いかなって。で、重量が、150グラムぐらい。まあ、これも全然ピンキリなんですけど、120とか、まあ、重いのだと170とかっていうのが多いかなっていう印象があります。で、これなんですけど、ほとんどの人にとっては、大きすぎる、まあ、長すぎるし、重すぎるんですよ。で、まずその、長すぎるってのは何なのかっていう話なんですけど、まあ、これ結構、象牙調プラス別行の、まあ、スタンダードな、バチだと思うんですけど、ちょっと僕持ってます、見ますね。まあ、こんな感じになります。この、部分、小指以降の部分、これがねめちゃくちゃ長いんですよ。でこれが長すぎると何が起こるかっていうと、その小指を軸に回転した時に皮に当たるわけですよ。で当てないためにはこうやって結構腕を上げなきゃいけない。でそうすると、まあこれは叩きの甲で言ってるんですけど、こう軸がこう軌道がこうブレたりとか、まあ不要にこう大振りしないといけなくなったりとか、まあ、結構いろいろめんどくさいことになるので、これはもう小指を軸に回転するんだったら別にもう小指以降は全然いらないわけですよね。ここをこうカットしちゃうっていうのが、まあ僕的には好みで、なるべくやっぱり無駄を省いていった方がいいかなと思います。で結構いろんな人に僕バチ作ってきたんですけど、だいたい16センチから17センチぐらいに収まるかなって感じです。まあ女性、小柄な女性とかだと15センチでもいいかなって感じですけど、大体、成人だと16から17。まあ、女性だったら15から16ぐらいに収まります。なんでしょうね。あんまりなんかこの親指からここまでの長さってそんなに言うほど大きな個体差がないのか、あんまりここを超えてくる人っていうのはあったことないですね。結構外国の方で、まあ、18センチぐらいの、バチ作ったことありますけど、まあ、それぐらいで、あんまりそこに個体差はないので、大体どうだろう、16センチとか17センチぐらいの短いバチを狙っていくと、体に合ってるバチなのかなっていう感じがします。で、これも、まあ、ちょっと長さに関係する話なんですけど、まあ、結構普通のバチって鉛、重りが入ってるんですよ。うん、これで言うと、まあ、この辺に入ってたりするわけですよね。で、バチが長いと、どん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 重心が後ろになっていくんですよ。で、そうすると、ヘッドを先っぽをこう走らせたい。バチ先をこう走らせたいのに、こっちが重いと、後ろ重心になってると、ここをこう引っ張られてるような、感じになって、なかなかこうバチがこう、触れていかない。体重が、力がなかなかこうバチ先にこう伝わっていかないんですよ。なので、まあ、長いバチっていうのは、こう、重心が後ろになっていくっていうリスクがあるので、この辺もちょっと合わせて注意かなって感じがします。で、あと、後ろ重心だと、よく振ってると、だんだんこう前にすっぽ抜けていくんですよ。だからこう最初、この辺で持ってたやつが、だんだんグググググってこう前の方になっちゃう。これはね、結構注意した方がいいかな。
はい、ここをずっとなんか持たれてる感覚で引いてるので、やっぱこう前の方にこうつんのめっていくわけですね。で一方でまあここは鉛が入らないので、前側そのバチ先重心っていうバチは存在しないんですよね。まあ、絶対まあミドルかちょっと後ろ寄りにだんだんこう重くなってくる。そうするとこうやって振ってるとだんだんこう前の方にずれていったりとかっていう、こうフォームにも影響してくるので、まあその辺注意です。で次重さ、重さなんですけど、まあ、これはね今んとこ軽ければ軽い方が僕はいいのかなと思ってるんですよね。でよくその重いと大きな音が出るっていう人もいるんですけど、まあ、これ半分合ってて半分間違ってる。結論から言うと軽いバチでも最大音量は全然バシって出せます。で、重いバチは何かっていうと最大音量を出すのに叩くときだけですよ。叩くときだけ力を入れなくても重さを利用してバンって音を出せる。だけどその最大音量っていうのは全然軽くても出せるわけですよね。で叩いた方がいいけど、すくうときにやっぱ重いから、まあ、そこでやっぱだんだん疲れてくるわけです。これずっとやっぱ振ってればわかるけど、重い方がやっぱり早く疲れる。うん、だからやっぱりその体に負担をかけないためにも軽くした方がいいとは思いますね。で今のところちゃんと調整されてるバチで一番軽いバチって言ってまあ 50g ぐらいだったんで、少なくても 50g ぐらいまで下げても最大音量は保てるって感じ。だそれ以下になってくると、さすがに例えばその、まあ、5g ぐらいのバチができたとして、それがちゃんと最大音量出るかどうかは分かんないけれども、不必要に、まあ、重くすればするほど音量が出るっていうことではないです。最大音量はまあ大体決まってると思ってください。であと重いのがやっぱリズム感に影響してくる。自分がこう力を入れた時、その叩きだったらこう下ろす、で救いだったら上げるとかっていった、そういうここっていう時と実際にバチが動き始めるタイミングっていうのが重いとずれるんですよね。軽いとえいって思った時にパッて動いてくれるのに、重いとよいしょってなっちゃう。でこのわずかなそのタイミングがすごくリズム感に影響してくるので、もうこれはもう本当にバチっていうのはもう手みたいに扱えた、自分の体の一部みたいに扱えた方が当然いいわけなんですね。その辺で重いとだんだんこうブレが出てきて、だんだん終盤にかけて疲れていくっていうことがあるので、まあ、そういった意味でも、軽いバチを探すのもまあおすすめしますかね。であとこのまあバチ先のこう開きの部分、バチ先のこの本当に先端のこう長さ幅もいろいろあるんですけど、まあ、これはそんな気にしなくていいかなって感じです。どんな開きでも、まあ、引こうと思えば全然引ける。で大体、まあ、常識的に8センチからまあ10センチぐらいであればまあ問題ないかな、まあ、平均的にまあ9センチぐらいだったら問題ないかなと思います。であとはしなり、バチ先って、まあ、なんかこうちょっと押すと曲がるんですよ。でこれはねやっぱりいろいろ経験していかないとなかなか難しいけれども、しならないのはね結構厳しいんですよ。やっぱその塊のまんま、その硬いままゴツっていくとだんだんやっぱ手首とかにそのダメージを蓄積してったり、音も実際皮にもなんかゴツ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 ノイズが入ってたりするので、やっぱりある程度しなった方がいい。でしなりすぎっていうのも当然あって、音がこうペニャペニャになったり最大音量出なかったりするので、どれぐらいのしなりっていうのはちょっとね説明が難しいな。まあ指でこう強く押した時にちょっとバチ先がこう沈み込むなっていう感じ、ちょっと押すとグニってする、全然伝わんないと思うけれども、このしなりがちゃんと適切であればそう素材は関係ないっていう感じなんですよね。そうと、まあねバチの選び方にやっぱいろいろあって難しいんですけど、まずはそのサイズ、ちっちゃくて、軽いっていうのを探してみて、もちろん音は大事、音を重視しつつそう自分のサイズに合った、バチっていうのを探してみてください。はい、ほいで次指すり。指すりはね、まあ、これもいろいろあるんですけど、僕が重視してる点は、まず一つ目が伸びない。伸びるっていうのはどういうことかっていうと、これがこう伸縮するってやつで、伸縮するとずれる。でずれて手の人差し指と親指の間がこう竿に当たっちゃってなんか止まっちゃうってことがあるので、でこれは注意、あんま伸びない硬い生地っていうのを選ぶといいかなっていう。でもう一つは似てるんだけれども、厚手、こう厚手にしておくとこうちゃんと形を保ってくれる。でこれがなんか結構こう、まあ、薄くてこう伸びるのに対して、僕がメインで使ってるのはこういうやつ、ちょっとね生地がね厚くてゴワゴワしてて全然伸びない、形は変わらないんですよね。
でこういうのだといつでもどういう、運指をしてても安定して形を保ってくれるからずれたりしないって。であともう一つ大事なのが幅広、これわかるかな、だからねちょっとね幅が広いんですよね。これまあ大体普通の規格だと思うんですけど、幅がちょっと広い。でこれだと結構なんかこうカバーしてくれる面積が広くなるので肉が当たっちゃうってことを防いでくれると思います。まあ指すりはまあそんな感じで、人差し指はねこう細いタイプになってたり、ちょっと厚手のちょっとこう高いものだったりとか、まあいろいろあると思うんですけど、これはまあ別に個人的には気にしないって感じかな。だからちょっとその辺はまあ好きにしたらいいと思うんですけど、指すりをねこう選ぶの失敗すると、僕何年前だったかもう10年以上前ですけど、弘前の世界大会の A 級に出た時に高温の方でだんだんそう手汗とともに指すりがこうずれてって肉に当たっちゃってフレーズ止まりかけて積んだので、指すりはね本当にしっかりしたものを選ばないとやばいです。そうこの辺を気をつけて指すり選ぶといいかなと思います。はい、以上で体に合った楽器の選び方について話してみました。まあ、いきなり自分に合ったベストのものを探すっていうのは結構難しいと思うんで、まあこう貸し借りし合ったりしていろんなのを試して最終的に自分に合ったものはこれだなっていうのを本当に見つけられるといいので、あんまりいきなりこう高いものを買ったりして冒険しないようにすると、まあ正確かなと思います。はい、お知らせです。流派や会派、国籍を超えたワークショップやっております。指導者の方々への講習会もやっておりますので、教え方に悩んでるっていう方もぜひご連絡ください。津軽三味線日本一の知識と技術を皆さん共有していきましょう。それから霊弦モデルの津軽三味線アクリル鉢、三味線ギグバッグといったアイテムを揃えております。従来の三味線アイテムに持っていた不満を一気に解消した一品となっております。お問い合わせは公式ホームページ、ツイッターやフェイスブックなどの SNS よりお待ちしております。それからチャンネル登録をしていただけると、このチャンネルの動画が漏れなくチェックできますので、よろしくお願いします。